日本では大きなモールには必ずと言っていいほどゲームセンターがあります。自宅でやるオンラインゲームが主流となった現代、日本のゲームセンターは独自の発展を遂げています。人気なのは参加者が頭と体を使ってミッションをクリアする体感型ゲームです。これは日本で誕生した和太鼓のゲーム。流れてくる音符にタイミングを合わせて和太鼓を叩き、スコアを競います。叩く時の感触と音が楽しい。こうしたアクティブなゲームの発展系として誕生したのがこちらの施設。ゲームとスポーツが融合した新しい遊技施設です。シーソーを左右に移動しながら傾けることで、スクリーンに映るボールをカゴに入れるアクティビティ。一番人気はこちら、壁に投影されたさまざまな動物と競争する世界初のゲームです。日本全国のゲームセンターで売り上げの6割を占めるほどの人気を誇るゲームがあります。それがクレーンゲーム。クレーンを使って景品を取るゲームです。操作は簡単。横ボタンと縦ボタンを押してクレーンを狙った位置まで動かすだけ。人気の秘密はクレーンゲームでしか手に入らない景品の数々。家族連れも多く、親子で楽しむことができます。クレーンゲームしかない魅力はですね、アームを動かすときドキドキして、取れても取れなくてもドキドキするこれです。クレーンゲームは笑顔と感動を届ける魔法の機械なんです。この専門店にはなんと350台のクレーンゲームが並びます。景品の形は様々。簡単に見えて取るにはコツがいります。よりクレーンゲームを楽しんでもらうために、技術の向上を狙ったクレーンゲーム検定が誕生。実際の機械を使い様々な技を学びます。教えるのはプロクレーンゲーマーの五十嵐直哉さん。例えばこちら、引っかかりがなく掴むことが難しい箱物。開いた片方のアームをできるだけ景品のギリギリに移していただく。そうすることでアームが締まる力を利用して景品を横にずらす。こちらはアームから抜け落ちてしまうぬいぐるみ。クレーンの中心部を押し付けて3点で持ち上げるのがコツです。積み上がったぬいぐるみは崩して落とします。それ以外にもストラップに引っ掛けたり、突き落としたり、形やシチュエーションによって技も様々。クレーンゲームの最大の魅力はこうした多彩な攻略方法にあるといいます。楽しいですなんとなく上手くなってくる気がしてます検定の難関はこちら、箱の隙間に引っ掛ける技です。挑戦するのは親子で参加する女の子。おおおおおすごい。なかなか子供でこれでいける人いない。クレタス3級であることを認定いたします。おめでとう。広い世代から人気を集めるゲームセンター。喜びを分かち合うコミュニティの場としての役割を担っているのです。